ここは長崎空港です。長崎市内からは結構離れていて、バスでやってくると1時間ほどかかる大村というところにあります。長崎はランタン祭りが有名ですね。ドラゴンとか人形などが飾ってありました。これからスカイマーク航空にて、東京羽田空港まで向かいます。その途中で神戸空港に立ち寄ることになっています。なおこの長崎空港からは船も出ておりまして、ハウステンボスとそれからもう一箇所どっか大村湾の西側だったと思いますけれど、船でアクセスをすることができる、そんな航路が2つあってなかなか面白いところです。この11時発東京羽田空港行きの行き先はなぜか2つ書いてありまして、このように東京神戸となっているんですが、これは全国今国内線ではただ1つの存在だそうですけれど、途中神戸に立ち寄って東京まで行く経由便という運行の仕方です。通常国内線はすべて直行便です。長崎を出ると月に着陸をする場所が目的地となるのですが、この飛行機に乗っていると東京へ着くまでに要するに2回の着陸をするということになっています。スカイマークでは基本的にこのボーイング737型が使われています。エアバス A380 とか大きな飛行機を導入するそんな考えもあったらしいんですけども、ところがそれはあまりにも無謀すぎて結局キャンセルということになり、それのせいでスカイマークは破綻してしまったそうでした。神戸のサッカークラブチームとコラボレーションの塗装になっています。 JAL とか全日空の搭乗の案内の時には大きな空港の中全体に響くようなアナウンスがなされていたんですけども、スカイマークの搭乗案内はそういったアナウンスはしませんでした。メガホンみたいなものを持って東京羽田行きもしくは神戸行きご搭乗のお客様どうぞお乗りください、そんなコーナー構想してましたけどね、ちゃんと聞いていないと危なかったら乗り遅れてしまうかもしれません。向こうには同じ東京行き全日空のボーイング777大型飛行機が止まっております。あれで行けば東京までは直行です。そして所要時間も大幅に短いし、また座席なども高級感があって大型ですからね、ちょっと空いてるんじゃないですか。なんとなくあっちの方が羨ましそうに見えるんですが、このスカイマークはまず運賃が非常に安く、大人1人1万1000円で乗ることができました今回は。そして全ての座席にコンセントを配しているなど、まあまり高級感こそありませんけれども、かなり便利で毎度よくお世話になっている航空会社です。今回の座席はエンジンの真上になりました。進行方向右側の窓の方が多分景色がよく見えるだろうと思って押さえておきました。本日長崎は雨です。しかしこれから先東京まで向かう間は非常にいい天気になっているのだそうで、かなり素晴らしい遊覧飛行を楽しむことができるんじゃないかと思います。まあ、ちょっと長崎の離陸のところだけ残念ながら揺れるかもしれませんけどね、このようなどんよりとした曇り包まれた天候ですと。長崎空港は大村湾に浮かぶ人工の島になっていて、飛び立つ時真下に広がる大村湾を眺めることができます。どうも一旦北向きに離陸してハウステンボスとか佐世保とかそっちの方へ飛んでいくのかなと思ったら、そうじゃないですね、これは長崎本線と同じような方角で飛んでいるのかな。だから真下には早速諫早とかそういうところが見えてきてるんじゃないかと思います。多分それで合ってると思うんですよね。この辺の天候につ、この辺の景色についてはあまり自信がありません。長崎空港でお弁当を買ってきました。長崎の名物が2つ売っていたので2つも買ってしまいました。このようなこれはなんていうの、海苔巻き大村寿司って書いてありましたけどね、何なのか全然調べることはできませんでした。スカイマークの飛行機には Wi-Fi はなかったので、全日空とか JAL とかだと大体の場合あるんですけども、まあそれはしょうがないことです。その代わり充電ができますからね、全日空でも JAL でも充電はできませんよ。この差は大きいと思いますね。それからこれは JR 九州の長崎駅でも売ってましたけど、角煮弁当って言ったかな。長崎はあの豚の角煮が有名です、名物。2つも買ってしまいまして結構多かったんですが、今回のフライトはそれなりに長めでしたから、お弁当も多めでちょうど良かったかもしれないです。だんだん天候が回復してきまして、
下に見てるこれはもう瀬戸内海じゃないかなと思うんですよね。うん、これは多分この四国とかその辺じゃないかなと思う。残念ながらね、あの現在地がどこであるかというのを確認するのが難しいのはスカイマーク航空の難点です。もうそろそろ降りるというようなことを言っていますが、進行方向の右側に山の上はこう白くなっているものがありますけど、これは雪が積もっているぐらい高い山で、これだから多分四国山地、四国の最高峰石鎚山ではないかなと思いますね。多分現在地は愛媛県瀬戸内海の真上あたりから四国の中央を見ているはずです。どうもそのようです。この大きな川はまあ十中八九吉野川ではないんですが、四国三郎と呼ばれる川で、実は多分愛媛県と高知県と香川県は通りませんけれども、徳島県と四国の4つの県のうち3つを通るような大きな大きな川です。どこですかね、淡池だとかその辺ではないかなと思います。今飛行機は徳島県のあたりまで差し掛かったんじゃないかなと思っていると、まあ現在地が本当に徳島県の真上であったかどうかは分かりませんが、今四国の一番大きな立派な川吉野川が湾に注んでいく、注いでいく、その光景が見えました。この湾は徳島湾、小松島湾とかそういう名前なのかな。小松島ってのはもうちょっと南の方でしょうか。これが徳島市のちょっと北側にある大きな大きな、いつも高徳線に乗っていると渡る吉野川の河口です。向こうに見えてるあっちが、まあ、徳島県南部麦とかその辺で、手前あたりずらーっと広がってる今画面の中心ですね、あそこが多分徳島市街の本当にど真ん中かと思います。右側の大きな川、これが開削をして大きく広げた現在の吉野川の河口で、真ん中に蛇行している川があります。これが旧吉野川だったと思います。で、その旧吉野川とそれから別の支流の川があるんですが、その間を映っているこれが徳島空港ですね。徳島空港も結構市内から近いところにあって便利そうですね。街中にあるようですけれど、旧吉野川が蛇行していて、たまに氾濫とかもしてしまったんじゃないでしょうか。だから大きな水をまっすぐ海に注ぎ出す大きな吉野川を作ったんだろうと思います。そして飛行機はここから左折をしまして、要するに進行方向をちょっと北側に切り替えて鳴門海峡の上を飛んでいくようです。眼下にちょうど渦潮の鳴門が有名なところ、渦潮の白波も見えますね。右側が本土です。で、本土から鳴門海峡に浮かぶこんな島があるわけですけど、これ何島って言ったか忘れましたが、ここからですね、明石海峡大橋に続く高速道路などが通って、あそこの奥のところに立派な橋が見えます。大塚国際美術館などもこの辺にあります。そしてあの大鳴門橋の真下、今白く波が立っているのが見えますが、この辺りが潮流が世界でも有名なほどに速いということになっており、ちょうどこの辺りで毎度毎度飛行機の上からであっても渦が巻いているの、まあ残念ながら渦そのものは見ることができないけれど、なるほどあの白いのが何か渦巻いているに違いないということぐらいは確認できるようになっているのです。ちょうど今の時間帯は手前から奥に潮流が流れてるんですね。画面の右下の方に白く尾を引いている船がありますけれど、おそらくは渦潮の中に突っ込んでいって、そして渦潮見物をしようという観光用の船だと思われます。本当にあの部分の潮の流れは速いですよ。海に段差ができるほどだそうです。四国の遊覧飛行を楽しんでいると、もうあっという間に最初の着陸、神戸に到着すると言っています。飛行機の景色がいいときはやはり低空飛行をしている時なんじゃないかなと思います。あまり高いところを飛んでるとどこなのかよくわかりませんからね。街の様子がある程度見えるのはそれなりの低空の時です。進行方向の右側に見えますのは大きな立派な街ですね、淡路島。淡路島には3つの市があるそうです。今まで一度も行ったことがありません。ところでスカイマークのキャビンアテンダントの方からこんなキットカットチョコレートをいただきました。サイパンと書いてあります。これですね、スカイマークが最近国際線の運航を始めまして、チャーター便でサイパン行きを運航するようになったので、まあ、その関係で行き先の一つの紹介として出ているんだそうです。大きな大きな淡路島の横をずっと飛んでいました。やっぱりさすが大きいですね。飛行機であっても飛び越すのには時間がかかりました。そしてその先、世界で一番長い吊り橋、約4キロの明石海峡大橋のちょうど飛行機は真上を飛んでいきます。前にも一度明石大橋の真上を飛んだことがあったかと思いますけど、今日はよく晴れていますからね。おー、すごい、こんな立派な吊り橋ですよ。上を自動車がたくさん行き交っています。撮影したのは2019年の、12月の25日、この日はクリスマスでしたね。完全に明石海峡大橋の上も飛び越えまして、もう瀬戸内海という部分は終わりました。
どちらかというと大阪湾に近いようなところ、船の数も多くなったなと思ったところで、飛行機は順調に高度を落とし、まずは神戸空港に着陸します。この神戸空港に着いた後、警備員に乗っているお客さんはどのように振る舞うのかというのを私は随分興味があったんですが、これはキャビンアテンダントの方から案内がありました。警備員に乗っている人も一旦この神戸空港で全員降りてもう一度乗り直すんだそうです。ちょっとめんどくさいですよね。ずっと乗ったまんまでいられりゃいいのになと思ったんですが、昔の飛行機はね、結構経由便の運航が多かったもんで、例えば東京から福岡まで行く間に戦前であれば東京、名古屋、大阪、そして福岡とそういうふうにポスポス止まっていたらしいんですけども、そういう時はさすがにずっと乗りっぱなしだったんじゃないでしょうかね。便にお乗り継ぎのお客様はという言い方をしていました。私の乗っているこの飛行機も東京行き442便のはずなんですが、まあ、搭乗券が2枚あって、自分の乗ってきた飛行機に乗り換えるという表現をするんですね。搭乗券は2枚あり、長崎発、神戸発の2枚に分かれていました。座席は同じところが指定されていました。予約するときも座席を2回指定するということはしませんでしたよ。長崎東京間で普通に自分の座席を1個指定しただけです。3列掛けのボーイング777の座席、間違えた、ボーイング737の座席。しかし本日は割と空いていましたので、私の隣にも全く人はいませんでしたから、快適なフライトになりました。右手にお進みください。何やら言っています。運命の分かれ道、東京まで行く人は右側、そして神戸で降りる人は左側。神戸空港で降りる人が大半でしたね。ここで羽田空港に、まださらにそのまま進んでいくという人はもうほとんどいませんでしたよ。羽田空港の方はこちら行ってください。トランジットという方向に進んでいくと、搭乗券を確認した上で通常の飛行機の出発ロビーのところへ待たされました。保安検査をもう一度受けるという必要はありません。これはクリーンエリアというそうですけれど、保安検査を受けることなく、しかし通常の国内線の乗り継ぎと全く同じことをして、もう一度自分の乗ってきた飛行機に乗り直すということをするわけです。これは前にも一度こういう経験がありましたね。那覇空港から、与那国空港に行くとき、沖縄の離島航路に乗ったときですが、石垣島で一旦降りてもう一度同じ飛行機に乗り換えるということがありました。その時は同じ飛行機にもう一回乗ったんですけど、便名は変わりましたんで、経由便という扱いではありませんでしたが、意外とそういう運用は多分探せば離島なんかであるんでしょうね。確か南大東島と北大東島とか、そういうところでも面白い飛び方をしている飛行機があったようです。いつか乗ってみたいですね。神戸空港での待ち時間は30分ぐらいあったんじゃないかと思います。結構長かった記憶があります。お店などはあったから簡単にそこで買い物はできたんですが、残念ながら JAL でも全日空でもないので、ラウンジで待つというようなことはできませんでした。さて、そしてもう一度呼ばれて乗り込みます。大学の原先生が長崎出身なもので、帰省されるときに長崎に飛行機でお帰りになるそうなんですけど、スカイマークで帰ったことありますかってこの間聞いたらですね、スカイマークは時間がかかるから乗ったことないよっておっしゃってました。あ、やっぱそういうもんなんですね。多分ご覧いただいてると思うんですけど、すごい景色がいいんでね、景色見に行くんだったらなかなか面白い飛行機なんじゃないかなと思います。値段も安いですし、さっき自分が座った席にもう一度通されます。今日もスカイマーク108便並びに経由便442便東京国際空港羽田行きをご利用いただきましてありがとうございます。周りのお客さんの顔ぶれもすっかり変わりました。出発に際しまして、足元に手荷物を置いているお客様、今度の神戸発東京行きとして運行されるこの便、やはりここでもお客さんが横に来ることはありませんでした。でもね、なんか私も直前に買った割には随分安く買えたんですけど、そんなにいつもこの便がガラガラかというとそうでもないようです。明石海峡大橋が見えますね。そこを降りてきた飛行機、向こう
降にピンク色の変わった色の飛行機が見えます。 LCC のようですが、実は LCC よりはちょっと高級な、まあそれでも値段が安い、結構マニアから人気のある航空会社だそうです。富士ドリームエアラインというのがおりました。そしてもう一度離陸。これは普通にもう一度今自分が飛んできた方向の方向へ、まあ要するに九州方面に向かって離陸して、その後反対側へターンするということになるようなんですけど、随分助走の時間が長いですね。あまりスピードが速く感じなかったんで、これ離陸するのか通常の移動なのかあまり分かりませんでしたが、この神戸空港の離陸ではね、進行方向の右側がいいんじゃないですか。まあいつも必ずこの向きに飛んでいくのかどうか私は知りませんけども、神戸の街がこのように見えます。これが素晴らしい。真正面が三宮、その裏側にそびえておりますのが六甲山系の夜景で有名なマヤ山です。そして今真ん中に映ってきましたのは観光地として有名なメリケンパークの周辺で、左側には有名な造船所川崎重工業、そして今度こちら側和田の岬には三菱重工業の造船所工場などもあります。 JR 西日本の和田岬駅は有名です。今画面の中央あたりに、まあ、一応映っているはずです。これが商工業の街神戸。神戸空港を飛び立つ時、この景色が見えるだろうと思ってずっと期待をしてたんですが、いや素晴らしい、快晴の日にこれをこのように見下ろすってこんなに面白いんですね。そしてこれから飛行機は今ぐるりと180度方向転換をします。だから神戸の街をずっと右側に見下ろし続けながら、この飛行機はしばらく飛行を続けるわけです。だんだん頭を右に振ってきているのがわかると思います。この辺は多分兵庫とかその辺なんじゃないでしょうか。真下にね、ここにもまた川崎重工業の工場などが見えるようですが、ここで多分鉄道車両の製造などしてるんじゃないですか。そして一気に山地の方に入ってきましたが、もう一度画面の真正面に神戸の街並みが現れてくるはずです。この辺りは須磨とかその辺かな、まだ須磨には入ってないんでしょうか。多分もう入ってますよね。平の敦盛があの首を切り取られたのは大体この辺りでございます。画面の上側に、あれは山陽新幹線の高架橋かと思いましたが、まあ多分高速道路でしょうね。新幹線はもうちょっと山の中の方かな。後方を見返しますと、やはり立派ですよね。人工物がこれでもかと見えているところを全て埋め尽くしております。神戸の街並みが引き続き見えております。この飛行機はこれから羽田空港まで基本的に海を右側にして飛んでいくことになります。神戸とか、それから多分大阪もね、この先で見えるはず。相当いい景色だと思いますよ、神戸空港。いやー、本当にいいな。画面の奥側ちらりともう大阪のあれはどこだか分かりませんけど、梅田とかその周辺じゃないでしょうか。ビル群がもうすでに黒く映り込み始めています。立派な西の中心地、それを全部含んでおります大阪湾の光景です。神戸空港はどこだか分かりますでしょうか。画面の右下のあたりにある人工の島がそれです。そこからポートライナーという新交通システム、ゴムタイヤで走る新しいタイプの鉄道に乗って三宮の町まで20分ぐらいで着いたかと思います。この間休みの日に乗ったらとんでもなく混雑していて目くらいました。神戸の町をこのように円の中心としてぐるりと巻きながら、飛行機は今度六甲山、マヤ山の上のあたりを飛びます。神戸の街並みはあの下の方も素晴らしいですけれど、山の上から見下ろす夜景も素晴らしいということで、結構上の方の地価も高く、上のあたりも高級住宅街を見ることができます。だって今向こうには紀伊山地ですかね。これはね、あそこは紀伊山地というのか、まだ、まあ、奈良県とかその辺だと思いますが、紀伊半島を彼方に見ながら、もうそろそろ飛行機は今度大阪の真上を飛ぶようになりますよ。飛んで随分経ちました。シートベルト着用サインなども全て消え、自由にトイレ行っていいですよという状態になっていますが、まだ未だに画面の右側神戸空港が見えているんだから大したもんです。あれそうですよね、違うかな、私の勘違いかな、そうだったと思うんですけど。そしてもうすぐ淀川が見えてきておりまして、その河口には梅田の街が見えます。ここが大阪の、まあ、中心の中心の半分かな、梅田か難波か、そのどっちかだと思うんですよね。大阪の中心って言ったらば、本当にずらりとビルが隣接していて、神戸もすごいところでしたが、大阪もやはりすごいところ。大阪の方がやっぱり見た目はもう迫力がありますよね。真下にちょうど伊丹空港が見えております。滑走路が2つ並んでいるそうです。
淀川や宇治川やそういったものが大阪湾に全て注ぎ、多分画面の奥側が宇治川なのかなと思うんですけど、昔あの辺りに飛行場がありまして、大阪から飛び立つ国内線などは全てあそこを拠点としていたそうです。真ん中に見えているのはこのオリックスバファローズの京セラドームじゃ、なんて言うんでしたっけ、何ドームか忘れましたけど、あの大正にある大阪ドームじゃないですか。大阪湾の周りもぐるりとこのように飛行機が取り囲んで飛んでくれました。本当に素晴らしい光景だと思います。でもう一度ヒットカットをもらいました。乗り継ぎ便という扱いで一応2つの飛行機に乗っているんで1万1000円しか払ってないんですけども、2回ヒットカットをもらうこともできてしまいます。この人は乗り継ぎのお客さんだからヒットカットを渡すのはやめよう、いちいちそんな確認をするよりも全員に配っちゃった方が絶対コストは安いですもんね。さて今度こちらは、これはどこかなと私はねしばらくわからなかったんですが、あの琵琶湖あたりを飛んでんだろうと思いましたけど全然違いましたね。これは伊勢湾でして、真下あたりに見えますのが多分四日市とかそこら辺の光景、そして画面の上半分が松阪市、伊勢の国だと思われます。これから飛行機は海の上を飛ぶようになります。私はずっとこれからしばらくね、ここから先は琵琶湖の上を飛ぶのか、あ琵琶湖は随分大きな湖だと思っていたんですが完全に違いました。やっぱりどうしても飛行機の中に乗っておりますと、あの自分の現在地が分かりにくくなってしまうものです。今真下はこれ駿河湾ですね。おかしいぞと思ってしばらく飛んでたらなんか浜名湖みたいなのが見えるから、ほら琵琶湖なわけないなと思って、私はそれでここがようやくさっきのは伊勢湾だったのかということに気づいたんですが、真下にうなぎの養殖をしている大きな浜名湖が見えまして、前方に雲が立ち込めてきたところでもうそろそろ高度を落として羽田空港におりますけど、まあ寄れるかもしれませんのでよろしくお願いします、そんな機内放送をしておりました。揺れが大きいから早めにシートベルトサインをつけてしまうんですね。駿河湾のこのなだらかなカーブ、まるで地図を見るようです。画面の反対側、これが渥美半島ですか。で反対側知多半島、両方ともカンガルーの手と足、愛知県の形が進行方向の後方にはっきりと見えました。まあ、下を見ておりますと随分綺麗な景色ですけど、これはね多分伊豆半島とかじゃないかなと思うんですよね。まあ、だいたい場所はその洋上にあります島を眺めれば確認できます。まだ伊豆半島じゃなさそうだな。それにしては随分遠いですけれど、すでにいくつか伊豆諸島の島が見え始めています。今日はどこまで見えるでしょうか。あれは神津島だな。そして進行方向の左側には富士山です。冬の時の飛行機の旅本当に素晴らしくてね、空が澄んでいますからかなり遠くまで見渡すことができます。大阪と神戸とそれから四国の遊覧飛行もして富士山も見て伊豆諸島の島巡り、何も言うことはないですね。一番右奥から神津島、小さな島、これが式根島かな。右のやつ、一番右が神津島、式根島でしたかね。そして細長いのが新島で、こちらおにぎりの形をした豊島でございます。伊豆大島はまだここからでは見えないようですね。大島と豊島の間が結構離れています。今日は割と雲が多めでしたが、それでも一応神津島あたりまでは確認することができました。豊島とそれから新島の上半分を今見ています。羽田空港へ降りる前は割と時間が空いていたそうで、時間が空いていたというか、あの混んでいたんで時間をあのしばらくの間待たないといけないということになっておりまして、相模湾といいますか、まあ、大島周辺でぐるぐる飛んでいたんですが、画面の今後ろ方向に伊豆大島がようやく見えてきました。やっぱり大島は大きいですね。三原山どこが最高峰だというのもはっきりと感じることができます。そして房総半島の上、多分ここは鴨川のちょっと南とかその辺ではないかと思うんですよね。和田浦とかだいたいそこら辺ではないでしょうか。日の光を受けた海はいつでも綺麗で、南の海の雰囲気です。この辺はギリギリサンゴ礁があるかないかぐらいのところなんで、まあ、海の色が少しばかり明るく感じられるのかもしれません。今のは立山とか力とかそっちだったかな。こっちが鴨川でしょうね。鴨川シーワールドなどこの辺にあるはずです。この1週間ぐらい前に行ったのでした。そしていよいよ天気はあまり良くなくなってしまいました。まあ、これまでずっと最高の遊覧飛行できましたから、始発点の長崎とそれから目的地東京だけの天気は悪かったようですけど、まあ、それ以外は総じて良かったということで十分満足、むしろ素晴らしい条件でした。だんだん高度を落としてきますと
久しぶりに視界が開けまして、これは千葉県の、これ木更津岩根の周辺の自衛隊の駐屯地でしょうね。こんなに大きな土地があるとは。いつも飛行機から見えている景色のはずですけれど、ここまではっきりとまじまじ見ることができたのは初めてだったかもしれません。袖ヶ浦の毎度黙々煙が出ております。これなんていうんでしたっけ、料金所って言いそうになりましたが、石油化学コンビナートね、料金所もあるんですよ、確かここに。着陸の案内をしているところで、右側には東京湾アクアラインの海ホテルと、それからアクアラインの海底トンネル、それの換気口などがあります。いよいよ船は大きくなってきて、さすが商工業の町に大阪、それから神戸、それよりもさらに上回る船の数です。飛行機は順調に高度を落とし、さっきの神戸空港と違って羽田空港は随分いろんな航空会社があります。神戸空港は実はスカイマークとかそれぐらいしかいなくて、飛行機もあまり大型のものが飛んでくることはどうもないらしいのですが、羽田空港はメジャーな飛行機をたくさん見ますから、なんだか久しぶりに知っている世界に帰ってきたような、そんな気がしました。所時間は結構長かったですね。確か合計で3時間とかそれぐらいかかったんじゃないかな。だから通常の 1.2 倍はいかないけれど、まあ、それぐらいの時間をかけて飛んできたということになったと思います。まあ、それでも安かったし、空の旅を楽しむにはいい選択ですね。おすすめですよ。唯一の経由便、スカイマーク航空の東京長崎間の便、ぜひお楽しみください。ありがとうございました。